刊中国へようこそ。2月9日のニュースをお伝えいたします。2024年に入り、中国の株式市場は暴落し、市場価値は2021年の最高点から 60% 以上減少しました。およそ2兆ドル、およそ300兆円が蒸発し、5年ぶりの最低記録を更新しました。このことは多くの投資家のパニックを引き起こしました。中国の株式市場が連続して下落する中、中国の個人投資家は信頼を失いました。1億人以上の投資家がアメリカ駐中国大使館のウェイボーに助けを求めて、一時的に国際的な注目を集めました。その後、政府の背景を持つ複数の企業が市場救済に乗り出し、売りに出された大企業の株をすべて買い取りました。習近平総書記は直接市場救済を指揮し、2月7日に中国証券監督委員会の主席を更迭したとの情報がありました。中国の株式市場は現在一時的に安定しており、株価指数はわずかに上昇しています。しかし、これは表面的な現象に過ぎません。背後には懸念すべき真実があります。現在、市場救済に参加している企業は大企業の株式のみを購入しています。中小企業の株式は完全に無視しています。政府が一部の投資家に株式の売却を禁止しているという情報もあります。このような市場救済の方法は多くの投資家を困らせています。投資会社の関係者はネット上で、政府による株式売却禁止のために自分が担当する資産運用会社が倒産したと暴露しました。株式を売却できないために倒産する投資会社が数えきれないほど発生しています。中国の株式指数は上昇し始めています。しかし、背後にある危機は解消されるどころか、無数の人々が全財産を失うことによって、さらに深刻になっています。かつてアメリカのウォール街で金融に従事していたファンドマネージャーは、中国のこのような異常な株式市場では、あらゆる金融操作が機能しない。なぜなら、証券会社が政府の命令に従って売却権を強制的に停止したからだと述べました。中国の複数のメディアの報道によると、有名な投資家である曹金氏がメンタルヘルスによって亡くなったとのことです。このニュースは投資界に衝撃を与えました。1990年生まれの曹金氏は、プライベートエクイティ及びベンチャーキャピタルのマネージャーです。曹金氏は2016年に投資会社を設立しました。アメリカ・サウスカロライナ大学英検商学部の謝殿教授は、中国共産党のこれらの市場救済手段は一時的な効果しかない。長期的には株式市場はいずれ崩壊するだろうと述べました。謝殿教授は希望の声とのインタビューで、習近平氏が直接介入することは、中国の株式市場の危機が中共政権自体に対する挑戦となり、その生存を脅かしていることを示している。したがって金融問題は非常に深刻である。中国の株式市場が下落する真の理由は、中国経済の衰退と企業の利益見通しの悪化にある。政府の介入は一時的な効果しかない。中国内外の投資家は、中共がこれほど必死に維持しようとしているのを見れば、中国の経済が崩壊することがわかるだろうと述べました。X アカウント財経データベースは、多くの人は株式市場がさらに暴落すると金融危機が起こると考えている。実際は逆で、金融危機はすでに発生している。ただ今、
株式市場に反映されただけだとし、資金の流動性が収縮し、ある臨界点を超えると、民間の債務不履行、企業の倒産、大規模な失業が発生し、それによって広範な社会的混乱が引き起こされる。この臨界点は私たちが想像するよりも早く訪れるかもしれない。最悪の場合は中国新年の後に到来すると考えています。皆様へのお知らせです。今、ニューヨークで設立されたシェンユン芸術団のシェンユンの日本巡回公演が行われています。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ。人生さえ変えるほどの力強さ。時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。